私、今は、あの、北海道にある、函館工場高等専門学校という、あの、カレッジで、えっと、電気を教えています。で、私は、今、あの、ワイヤレスパワートランスミッション、えー、日本語で言うと、ワイヤレス電力伝送の仕事をしています。電気の研究の分野は、例えば、今みんなが使っているスマートフォンを、 あの、どうやって、あの、動かすかとか、どうやって通信するかっていうようなことを考えたりします。それからえ、例えば電子レンジでどうして、あの、料理ができるのかっていうようなことを考えたりします。工学の研究はとても面白いので、もし興味があったら、あの、心配しないで、その分野で、えっと、頑張ってみてください。